きたの。なんかさ、私の YouTube って基本的にメイクとかファッションとか、なんかこうね、ちょっとおしゃれに関わることとか、なんかそういうのがすごい多いと思うんだけど、今回はちょっと息抜き企画で、なんか私がコンビニで好きなやつをいっぱい買ってきて、ちょっと紹介していこうかなと思っております。でね、私ね、コンビニの中だったら、セブンイレブンが一番好きなの。だから、ちょっとセブンイレブン縛りで、紹介していこうと思っています。はい、ではまず最初に、じゅるーん、たらーん、私といえば、カフェラテなんだけど、もうこれはね、毎朝必ず遅刻してても買う。怒られる？怒られない。大丈夫。遅刻してても買う。外部との打ち合わせの時は買わないけどね、遅刻してたら。クラネのスタッフだったら、ちょっと遅刻してでも絶対買うカフェラテ。で、私はいつも結構、すっごい飲むのが遅いんですよね、カフェラテ。そうですね。っていうか、もうご飯屋さんとかでもほぼ水飲まないし、もう本当にね、飲まないのよ。だから、これ飲むの8時間ぐらいかかるんだけど。ロング。だいぶロングで飲むんだけど、なので私はこのスタンレーの、マグに毎回、このカフェラテを入れていきます。コンビニでもうこれで何だったら買う。あ、そこに入れるんですね。そう。ダダーって。移し替えて、これ本当にさ、すごいんだけど、本当にね、溶けないの、氷が。8時間経っても。すごい。もう私には本当にもうぴったりのアイテムで、もうこれがなかったらちょっともうきつい。ね、もう本当、えなさんといえば、カフェラテ。絶対この、これ持ってるよね。持ってますね。ちょびちょび飲みながらいつもお仕事をしております。エコだしね。やっぱり違うんですか、セブンのカフェラテは。そうで、なんで私がセブンイレブンが一番好きかと言いますと、やっぱりカフェラテが美味しいんだよね、もう断然で。で、カフェラテのために私はセブンイレブンに行ってるんだけど、もうセブンイレブンじゃなかったら入んないもんね。ね、ちょうど会社の近くにセブンありますもんね。しもう本当にセブンイレブンじゃなかったらどうしようと思ってたけど、セブンイレブンでよかった。ありがとうセブンイレブンさん、こんなに美味しいカフェラテを。じゃあせっかくなので飲んでください、一口。うん、スタンレーさん大喜び。いつものエナさんはこんな感じですね。そう、なんかさ、セブンのカフェラテってちょっと濃いし、なんかミルクも濃いのかな、なんかあっさりしてないんだよね。それがすごい美味しくって、そう、もう毎回買うんだけどね、ちょうどいい。うちのスタッフほぼカフェラテ買うよね。そうですね、ゆりなさんも買いますもんね。あっちアイスコーヒー。アイスコーヒーです。そう、でも本当にクラネの近くにセブンイレブンがあるんだけど、多分クラネが事務所引っ越してから、多分みんなカフェラテ買うからめっちゃ完売してんだよ。カフェラテが。マイコさんとかも朝寄ってますもんね。そう、マジでちゃんとストックしといてって思うんだけど、私はいつもこれを持っていってるから、最悪これがなくてもお金払ってもうこれでカフェラテ入れて飲んでいますっていうぐらいカフェラテが大好き。エナさんといえばのナンバーワン商品ですね、はい。もうカフェラテ、セブンイレブンさんのカフェラテナンバーワンです。はい、じゃあ次行こうか。はい、じゃあ次、じゃん、枝豆。枝豆これ美味しいよね。あっちもだって好きだよね。よく買うよな。買いますね、大好き。このね、枝豆は美味しいし、なんで私がこの枝豆を好きかと言いますと、罪悪感がない。そう、わかります。罪悪感なくない？なんかでもこの年になるとさ、昔は本当にバカみたいに、まあ今も食べてるんだけど、お菓子を本当ずっと食べてたの、はい、ジャムもやばいぐらいお菓子食べてたんだけど、お菓子食べてるけど、お菓子の間に枝豆挟むようにしてるんだよね。あ、ちょっと満たすんですね。そう、お菓子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 じゃなくて、お菓子お菓子枝豆お菓子みたいな。ちょっとだから罪悪感が薄れるっていうね、はい。で、私これいつも会社行く時に、カフェラテ買って枝豆買って出社することが多いんだけど、結構お弁当に入れたりもするし、あとね、陶器がすごい枝豆好きだから、買ってくと喜ぶんだよね。この間も食べてましたね、陶器、口いっぱいに、うん。確かに切れてたよな、はい、やばいよね。美味しい。美味しいですよね、ちょうどいい味ですよね、塩加減。何パックでも食べれるよな。分かる。そう、私はこっち側に
ポケットにね、こちらのポケットにあのゴミを入れるスタイル同じくです。美味しい、一生食べれるわ。本当に美味しいですよね、多分永遠に食べるけどこれもう回しててもそうですね。あーんとね、じゃあ次、じゃじゃんじゃじゃん、あ、これだやだ、はい、こちらはゆりなずシリーズでーすもうさ、ゆりなずいつもまたっていう、まあ自分もまあ枝豆またっていうぐらい買ってるけど、ゆりな本当にもう一生これ食べてんの、ずっと。はい、いつも見かけます、ね、コンビニで。大体なこれカン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 と私さ、むしゃむしゃ食べて、よし仕事しようかみたいなさ、ね、これ食べやな、一日始まらへんみたいな感じやから、まあ、ゆりながいつも食べてて、これもゆりなめっちゃ食べてるよな。食べてますね。だからあの私も真似して買うようになったんだけど、結構美味しいんだこれがまた。私もそのソースが好きです。罪悪感ないよ。それも罪悪感ないですね。罪悪感ね、感じたくないよね、食べるときにさ、はい。まずこれから行かせていただきます。私はね、人参が好きなんだ。あ、そうなんですね。そう。でもね、ソースがいつもちょっと足りなくなるんだよね。そう、そのソースがね、美味しくってね、うん、美味しい、いいですね、このヘルシー系は女子におすすめですね、うん、すっごいまったりした企画やけど、大丈夫かな、この見てくれんのかな。でも今見てくれてる人は多分見てくれてるってことやもんな。そうですね、なんかでも、えなさんって何食べてるのっていう人いるじゃないですか。気になる、うん、気になる方は気になるんじゃないですかね。でもいいですよね、セブンだったら皆さんも多分、うん、気がする。どこのコンビニが一番人気なんやろな。まあでも家の近くのコンビニに行きがちですよね。確かに。えなさん家のコンビニ近く、セブンもありましたっけ？うん、あ、あるけど、ちょっとめんどくさいね。ちょっと遠いですか、うん、このさ、卵半熟っぽいのが良くない？いいです。マイコはね、ゆで卵多分そんな好きじゃないんだよね。あ、そうなんですか。パサパサする食べ物めちゃめちゃ嫌いやから口の水分持ってかれる系ってこと。そう、そういうのはアイコはもうあの NG なんで。あ、そうなんですね、うん、水分と取りたい女子ですね。そう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 、水分系女子じゃあ次いきます。はい、じゃあ次はじゃん、白ぶどう の、 あの冷凍なんだけど、これはあのこれも罪悪感シリーズで、なんかちょっと糖分取りたいなとか、甘いの食べたいなっていう時にあの開けます。ないから縦に開けるね。そう、もうこれを私は食べることが多いんだけど、まあ家に1個あるとさ結構便利だし、まあ白ぶどうって美味しいから、あとさこれなんかもう皮ごと食べれるっていうところがすごい良くて、でもこういう感じで入ってるから、うん、冷たい。冷凍庫から出したばっかりのやつですか。ちょっとまだ凍ってるね、はい、でも美味しいのこれ本当に。だからあの子供もさやっぱお菓子好きじゃん、ちょっと食べ過ぎだなとか、なんかあんまり食べさせないように意識はしてるんだけど、そういう時になんかまあうちはフルーツ多めで、あ、いいですね、いちごとかね、こういうのとかに頼りながら、もう無理な時はお菓子あげてるんだけど、はい、あるあるですね、はい、それね、これも私結構食べる。カバンの中入ってますよね、いつも。これ美味しいんだよね。で、これね、私買うとき3つぐらい買ったりとかするんだけど、なんで3つ入れるか分かる？分かんないです。勝手に食べるんだよ、誰かが。うちの社員がさ、勝手に食べるんだよ、これ。私のカバンに入れといたらね。取ってしちゃう。あとさ、なんかこう、机の上に、私結構本当に、もう5分刻みとかもう1時間刻みとかも常に移動してて、そうですね、1個のデスクにずっと座ることがまずないので、じゃあ例えば誰々と打ち合わせで、あ、忙しい忙しいってこれ持っていきます、で、あの食べてて、でもすぐまたあっちで打ち合わせとかあっちでなんかってなった時にこれをさ置いていくのよ、はいはい、でも戻ってきたらもうないんだよね誰だろう犯人、アイコかユリナかたまにあっちかその寿司は食べてないな。これね、あの結構なくなることが多くって、だからね、いっぱい買うんだ。このサイズ感は結構ね、会社で食べることが多い。なんか大きすぎず、そうですね、あんまり大きいのさ、会社で食べてたらちょっとさ、ジョッキーポテトチップスとかさ、ちょっと恥ずかしいやん。あ、じゃあそれぐらいだったらちょっとね、さりげなく食べれるからってことですか。うんうん、まあ別に誰に何思われてもいいけど、会社の。うん
結構エナさんお菓子食べてますよね、うん、でもそんな大きいの見たことないやろ。大きいの見たことないです。それぐらい、これか男梅か、うん、チョコレートとか。そうですね、あとあれよね、やっぱさ、その移動が多いから大きいやつを食べきれないっていうのもあるし、だからまあこのぐらいがちょうどいい。あ、なんかすごいの出てきたこれはもう私ね、2時とかに食べる、夜の2時とか1時ぐらいに、でも全然1袋食べちゃうよ。え、それは2時に何食べですか？なんか子供いるからさ、夜ご飯がちょっと早いんだよね。あ、6時半とか7時ぐらいに夜ご飯食べたりするから、なんか YouTube の編集とかで1時とか2時ぐらいになってくると、なんか食べたいってなる。なんか食べたい、なんか食べたい、お腹すいた。で、たかしが帰ってきたりとかして、まあご飯食べたりしてたら、いや、なんかめっちゃ美味しそうってなって、私結構ね、食べちゃうんだよ。だから一緒にもう、もう一回夜ご飯食べたりする時もあるし、そのぐらいの時間とかに。で、まあポテチも全然食べるし、でもチョコは最近ね、あんま食べないかな。これは本当に、で、一人で食べてたら絶対たかしも隣からさ、あれ、食べるから、ちょうだいって言ってくるんですか？そうそうそう、だから意外と、まあ、シェアしたり、でも一人の時は本当に一人で、うん、え、一袋食べるんですか？全然食べれる、全然食べれるくない？いや、食べれちゃうんですけど、怖くて、その大きい袋買うのね、途中でやめられないから、あんまり買わないようにはしてるけど、まあ、買っちゃうよね美味しいですよね。結構食べてると思う、普通の女子よりは。こういうのこれを一人で食べた時よりもさすがにちょっと、まあ、別に、うん、ちょっと食べちゃったなぐらい食べる、気をつけようみたいな感じです。はい、ということで皆さん、セブンイレブン企画いかがだったでしょうか。なんかさ、本当にいつもファッションとメイクの企画ばっかりやってるんだけど、すっごいね、新鮮だったんだよね。めっちゃ撮ってて楽しかったし、すぐ撮れちゃったということで、これからもこのね、ゆるゆる企画をちょっと定期的にちょいちょい差し込んでいこうかなと思ってるので、なんかやってほしい企画とかあったら、ぜひコメント欄に入れてもらえるとすごく嬉しいです。ということで、今日はこの辺で、じゃあねー。